オリンピックの出場権を獲得できたことに関しては、まあ、獲得できた今だから言えることは当然といえば当然なんですけども、逆にホッとしているっていうところもあります。しかし目標は1位で、出場権を獲得することでしたから、それができなかったことについては非常に残念です。自分たちは今回の予選会でトップで通過したいっていう思いはあったんですけど、本当に僅差で負けたっていうのは本当に自分たちのそれが好きであって、私はオリンピックでのメダルを絶対に欲しいっていう気持ちでやってきたので、そこを超えて自分自身に厳しくなって8月に向かっていきたいと思います。本番でのメダル獲得のためのポイントみたいなのがあったら教えていただけます。それはもう誰が見てもどっから見てもウクライナに勝つんじゃなくって、もう一つ前に食っていくような、それぐらいの技術力と出来栄えでなかったら勝てないと思います。